神話会は、香川県高松市に本部を置く、指定暴力団。構成員数は2020年末の時点で、約30人。二代目本田会計、北原組を前身としている。高松の大陰居と呼ばれた渡谷こと、矢野聖太郎は、神戸市の大島秀吉や中山八十吉とは5分の、飲み分けの兄弟分だった。北原伝次郎は、矢野の子分だった。 独立して北原組を結成。昭和20年代に、本田会初代会長、本田人志助の射程となった。1947年頃、大乗関係の組織と抗争事件を起こした。しばらくして、北原伝次郎が、地元の市議会議員に当選した。1959年12月に、娘婿の柴田敏春が二代目を継承し、本田会時期さんとなった。 1965年、柴田敏晴が初代と同じく市議選に出馬することとなり、二代目北原組は解散した。1965年に解散した二代目本田会二代目北原組の幹部だった細谷勝彦会長に1967年頃、高松新和会として結成された。1971年に新和会に改称した。1971年、 若林組と抗争事件を起こし、1982年、同じく若林組と抗争を起こし、阪神懇親会が仲裁した。1984年、新高松抗争を起こすなど、他組織との抗争を繰り返し、現在でも独立系を守っている。1992年12月、香川県公安委員会から指定暴力団に指定された。 2005年2月には5代目山口組3代目、山県組7代目中津川組との抗争を起こした。4月には山口組5代目合友会とも抗争を起こし、組員が高知市内の合友会本部に発砲する事件も起きた。2005年10月、理事長、キラ博文が2代目を継承した。キラは2006年1月、大阪市内にて開かれた賭博に客として参加していた際に、 大阪府警の摘発を受けて、七代目、酒梅組系組員らと共に逮捕された。2007年、キラ博文が六代目山口組、幹部、三安国名と五分兄弟酒月を交わし、山口組との友好関係を築いた。2008年、細谷勝彦が、総裁職を退き引退した。ありがとうございます。